どうも、赤星赤崎瀬尾赤星マシマシ TV でーす、はい、はい、さあ、今回はあの例の豚山さんが送ってくれた汁なしキットですね、つけ麺作っちゃおうということで、作ってみました、準備しておくのはこんなもんということで、何かがありませんね。後ほど触れていきますけども、はい、僕たちがいないんじゃないですか。あ、僕たちですか。それもいないです、ね、今知りましたつけ麺食ったんだ。食ってますね、食ってます。で、まあ、あの最後に残った最後の豚山汁をですね、僕は使用しているんですね。ね、醤油味ね。麺も一玉だけ残ってたんですけど、一玉でこの多いな、多いな、多いな。改めて見るとね、やっぱりね、アイコン落ちちゃいましたけども、もてな。さあ、そしてあの先ほど汁を作ってましたが、ちょっと器を間違えてですね、なんだそれは。あれ、麺をこっちに入れなかったんですね。そういうことか。しっかりとこういうのも記録していきますんで、私ごまかしませんのでね。そして卵黄は今回ダブルで入れておりますね。食べていただきます。そしてフライドオニオンも全部使い切りタイプね。つけ麺、あの豚山ではこれ入れてないんですけども、フライドね、汁なしですね。見た目はもう、そう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 、うわ、このままいきますよ、ね、すげえ、このまま、あー、グッドサイン出ちゃいまして、着弾です。こちらが、油抜き、野菜抜きの、つけ麺でございますね。なんか入れておりません。はい、まあ、オリジナルのね、これトッピングなんですけども、あのお店でトッピング買えばですね、こういった形にもできると。どんな傾きそうなぐらいの重さが、重さでね、今回麺は水で締めておらないので、あの熱盛り的な熱さが楽しめるね。つけだれも一切薄めずにいきます。このままで食べていきましょうね。おっと、自分で作ったんでびっくりしちゃってますけども、さあ、豚さんどうやって食べるんでしょうか。重い、これ握力がない僕にとってはですね、そう、本当に、かなりのこうタスクとなりましたけども、外側の、はい、柔らかいな、柔らかいですよ。トロトロさはやっぱり変わりはないということで、一気にこってりさが広がる。そして肉汁がもう溢れ出しちゃって、もう笑いが止まらないね。外側のね、これ部分に一番返しが効いてるので、赤身の部分に、ね、よくつけて食べると美味しいですよ、うん、ということでね、真似してくださいとは容易に言えないですけどもね。まあ、丸ごとかじるわ、ね、そうですね。そして卵黄麺ですね。さっと潰して、これやっぱ引き上げる時がね、こう脳が覚えちゃって、この美味しそうさをね、これだよっていうのも覚えちゃって、記憶してるから、ね、そう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 ね、これをそのままいきます。つけないんだ。麺を楽しみたかったんで、まずは、卵黄と麺の美味しさ、真似してください。後追いでいきます。じゃあ一緒だよ。味としては一緒だよ。スープで飲むようにね、いきますね。さあ、そして卵黄麺でございますね。ちゃんとつけますよ。ね、醤油だれ非常に濃いです。うん、ね、まあ、赤星好み ね。あ、ちょっとお醤油二人ともね、召し上がってるから。はい、と。これすげえ元も子もないこと言いそうなんですけど、はい、これまぜそばと何が違うんですか。いやいやいや、What?混ぜてない部分ですから。そう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 、そう、濃度一緒、濃度は一緒ですよ、濃度一緒なんですよね。つけてないかと、これ何が違うんだ。混ぜてるか混ぜてないか、つけるかつけてないかということでね。まあ混ぜちゃうとね、でも分かんなくなってきちゃうところはね、ニンニクでちょっとずつ入れることもできるというところですね。まあまあ味がないと、ところも楽しい、まあ、そう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 、そういうことですよ。そういうことか。フライドオニオンね、後半しなさくといううまさもね、味わえるんで、ややこう浸ってきた部分とサクサク部分も楽しめるということですね。それはね、あまりに美味しかったんで、もう味変もしてません、今回全く。途中でもう豚麺、ね、豚麺の流れでね、入れていきますね。 LR がいますけど、あ、ちょっと、あ、よくぞ、懐かしの王流探せみたいにね、入れていきましょう。あ、そうだね、デザインで。ごちそうさまですね。つけだれもスープ割りとかせずに完飲しちゃいましたけども、つけ麺の醍醐味も全部入ってないですよ。ちょっと待って、これ混ぜそばって何が違うんだ。つけ麺だから麺も締めてないしさ。締めてるしかない。うん、いや、余分にしただけの。いや、そんなことはない。多分俺らはこの味知ってるよ、うん、全部
ってます？食ったから。いかがでしたか？やっぱり。美味しかったです。美味しかったんですよね。美味しいのは絶対にわかるんだよ。あのお持ち帰り麺でちょっと余っちゃったな。今日は違う感覚で行こうかなって気分の問題もあるし。気分の問題ね。そう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 、今日はこっちの道から帰ろうみたいなことね。あ、そうね。まあそう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 。それが一番帰る時間は一緒だけどみたいな。それが一番いい表現かもしれないですね。またコロナ明けに行きたいと思いますんで。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。